皆さんこんにちは、ソプラノ歌手の小野由紀子です。今回はイントロクイズオペラアリア編ということで、前回は90年代の J-POP でしたけれども、今回はオペラファンはもちろん、オペラってよくわからないっていう方でも聞いたことがあるだろう、曲をクイズにしてみたいと思います。オペラってよくわからないなっていう方でもお楽しみいただけるように、オペラの作品のお話もいろいろ入れていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。まずオペラっていうのは歌の劇と書く歌劇なんです。高い声出す歌い方をオペラだと思ってる方もいらっしゃるんじゃないかな。あの劇なのでストーリーがあって、でそのセリフが全て歌になっているのがオペラなんですね。で、今回はオペラアリア編ということなんですが、アリアっていうのは劇の物語の進行が一旦止まって、その人の独白、独り言の部分のことを言います。で私はソプラノという声優で、女性は他にもメゾソプラノ、アルトっていう声優があって、ソプラノの中でもさらにいろんな種類に分かれているんですけど、今回はですね、ソプラノのアリアの中から出題してみたいと思います。では早速行ってみましょう。第1問、もう一回長めに行きます。プッチーニ唯一の喜劇作品です。そしてこのアリアは可愛らしく恐ろしいことを言うアリアです。あとは、だいたいコンサートでソプラノが歌う定番曲ですかね。オペラジャンニスキッキーから私のお父様でした。資産家ブオーゾの遺産をめぐる相続争いの物語です。ブオーゾという資産家が亡くなりました。ブオーゾの遺言には全財産を修道院に寄付すると書かれていて、それを読んだ親戚たちは何とかして取り戻そうとして遺言状を書き換えようとするんですね。相続争いをしている家のリヌッチョは、ラウレッタという女性と結婚の約束をしているんですが、アイディアマンで頭のいいラウレッタのお父さんジャンニスキッキに協力してもらおうとします。このアリアは、ラウレッタが、お父様お願い、どうしても彼と結婚したいから偽造に協力して、もしできないなら私は川に身を投げるわと、脅しのようなお願いをするアリアです。そして父ジャンニスキッキは亡くなったブオーゾになりすましてまだ生きていることにして、遺言状を書き換えるという作戦を決行します。一番価値のある家とかロバをジャンニスキッキに、つまり自分にもらえるようにして、遺言状の書き換えは成功します。そして家を自分のものにしたジャンニスキッキは、みんなを家から追い出してしまうというお話です。第2問、長めにと言っても、すぐ歌が始まってしまうので、今の和音だけで分かる方は分かると思います。一応続き言ってみます。ほぼ歌ですね。ヒント、プッチーニのドロドロ悲劇作品です。そしてこのアリアはすっごく有名なアリアなんですけど、このオペラの中でテノールのアリア2曲あるんですけど、それがとにかく美しすぎます。オペラトスカから歌に行き恋に行きでした。ナポレオン戦争中に主要キャストが全員死んでしまうという悲しすぎる、残酷すぎるお話です。トスカの恋人カバラドッシは脱獄した政治犯をかくまった罪で警視総監のスカルピアに死刑を言い渡されます。
拷問にかけられて、その逃亡中の犯人の居場所を問い詰められるんですが、カバラドッシは絶対に言いません。その拷問の様子に耐えられなくなってしまったトスカが犯人の居場所を言ってしまいます。トスカがどうかカバラドッシを助けていただけませんかと頼むと、ケースとかのスカルピアは、じゃあお前が俺のものになるなら彼を助けてやるというんですね。その時に歌われるこのトスカのアリアは、なんてひどい取引なの、私は歌手として歌に行き会いに行き悪いことは何もしていません、なのになぜこんなにひどい報いを与えるのですか神様、どうしてというアリアです。トスカはその取引を受け入れると、スカルピアは部下に弾を入れずに銃殺のふりをして、カバラドッシを生かすように命令します。そしてスカルピアがトスカの体に触れようとした時、これが私からの騎士よと言って、そこにあったナイフで刺し殺して、カバラドッシが捕らえられている牢屋に向かいます。トスカはカバラドッシに一部始終を話して、空砲で見せかけの処刑があるから、撃たれたらタイミングを合わせてうまく倒れてね、そして誰もいなくなったら一緒に逃げましょうと言います。そして死刑執行、銃声とともにカバラドッシは倒れます。誰もいなくなって彼のところに駆け寄ると、なんと本当に死んでいました。スカルピアは嘘の約束をしたんですね。で、泣き叫んでいるトスカのもとにスカルピアが殺されたことを知った兵士たちがやってきて、トスカは屋上から飛び降りて自殺をするというお話です。第3問、もう一回、これもイントロというのが、この今の音だけなんですけど、この音で分かる方は分かると思います。一応長めに弾いてみますね。クラシックとポップスを融合したクロスオーバーとしてカバーした曲です。それから1981年のフランス映画ディーバで使われている曲です。オペラワリーからさようなら私のふるさとよでした。あるたった一言で人生が終わってしまう悲しいお話です。ワリーはハーゲンバッハに片思い中なんですが、お父さんがですねゲルナーとの結婚を勧めて、それを嫌がるワリーに、結婚しないなら家を出て行けと言います。その時歌われるこのワリーのアリアは、じゃあ出て行くわ、もう帰ってくることはないでしょうというアリアです。この後お父さんは亡くなってしまいます。そしてゲルナーがまた結婚しようと言いに来て、その時にハーゲンバッハには彼女がいるっていうのを知ったので、嫉妬に狂ったワリーが、私と結婚したいならハーゲンバッハを殺してって言うんですね。そしてゲルナーはハーゲンバッハを橋から突き落とします。運よく一命を取り留めた彼のところに、やりすぎたなって反省したワリーが助けに行くんですが、そこに雪崩が襲ってきて二人とも死んでしまうというお話です。第4問、長めに行きます。ここセリフがあります。実はこれはレチタティーボっていうセリフの部分のイントロなんですが、この後にアリアがあります。アリアのイントロちょっと弾いてみますね。ヒント、アリアの
のタイトルの中に私の大好きなものが入っています。そしてこのオペラはメゾソプラノが演じるジプシーの老婆がキーパーソンです。オペライルトロバトーレから恋はバラ色の翼に乗ってでした。引き裂かれた兄弟の愛憎劇です。ルーナ伯爵は生き別れになった弟を探しています。そして伯爵はレオノーラのことを愛していますが、レオノーラはマンリーコという吟遊詩人と愛し合っています。恋敵の2人は決闘しますが、その時は勝負がつきませんでした。マンリーコの母アズチェーナ、ジプシーなんですけれども、昔先代の伯爵の命令で自分の母親が火炙りの刑で殺されたので、伯爵に復讐してほしいとマンリーコに言います。一方伯爵はマンリーコをおびき出そうと母アズチェーナを捕らえた時に、アズチェーナが自分の弟を誘拐した犯人だと知ります。母が処刑されると知ったマンリーコは助けに行ったんですが、マンリーコも捕らえられて母と一緒に処刑されることになってしまいました。それを知ったレオノーラがルーナ伯爵のところに行って歌われるこのアリアは、私はあなたのそばにいるわ、怖くなんかない、そよ風よ、私の思いをマンリーコに届けてというアリアです。そしてレオノーラは自分をルーナ伯爵に捧げる代わりに彼を助けてくれるように取引しますが、実はレオノーラは毒を飲んでいました。伯爵は騙されたことに怒ってすぐにマンリーコを処刑するんですが、その時母アズチェーナは伯爵に、マンリーコはあんたが探してた弟だよ、母さん伯爵家に復讐できたよと叫んで幕が閉じます。最後の問題です。実はこれもレチタティーボのイントロなんですが、アリアの前の前奏を弾いてみたいと思います。早口言葉のようなタイトルのオペラです。そしてシェイクスピアのあの名作が元になった作品です。もう大学の試験曲の定番で、もうこのこれが流れるとまたこの人もこの曲なんだって思う曲ですね。これ音大声楽家あるあるだと思います。オペラカプレイティ家とモンテッキ家から、ああ生きてるか、家と家の対立を超えた若い男女の恋愛悲劇です。ロメオの家モンテッキ一族とジュリエッタの家カプレーティ一族は敵対しているんですが、二人は愛し合っています。ジュリエッタは同じ一族のペバルドと結婚させられそうになっているんですが、その時に歌われるこのジュリエッタのアリアは、ロメオと結婚できないなら死にたいわ、ロメオどこにいるの、この思いはどうしたらいいのというアリアです。小さい頃からずっとジュリエッタの味方だったお医者さんのロレンツォが、ジュリエッタに仮死状態になるお薬を飲むことを勧めます。ロレンツォとジュリエッタの作戦は、周りに死んだと思わせてお墓に入って、目が覚めた後ロメオと二人で逃げるというものでした。作戦通りジュリエッタは、お薬を飲んだんですが、ロレンツォに見張りがついてしまって、ロメオにこの作戦を伝えることができなかったんですね。それでロメオはジュリエッタが死んだと聞いてお墓に行って、絶望して毒を飲みます。その時仮死状態から覚めたジュリエッタが起きて、ロメオが毒を飲んだことを知ってジュリエッタも自殺をするというお話です。皆さんいかがでしたか？知ってる曲ありましたか？これを機にオペラを見てみたいなとか、コンサートに行ってみたいなって思っていただけたら嬉しいです。次回は日本の童謡唱歌編をやってみたいと思いますので、お楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いします。それではチャオチャオ。